岩淵三次3月2日から1945年2月26日は、日本の海軍軍人。海兵43期。最終階級は、海軍中将。新潟県南神原郡三条町出身。旧西新潟県立三条中学校より、海軍兵学校第43期入校。入校時成績順位は100名中、第26位。 卒業時成績順位は96名中、第13位。海軍法術学校高等科を卒業後は、法術畑を歩んだ。戦艦霧島の艦長として、第2次ソロモン海戦、南太平洋海戦に参加し、第3次ソロモン海戦では、ワシントン、サウスダコタの2隻の米戦艦等と、乱戦状態になり、火事を損傷した霧島チン、岩淵は救出された。 岩淵は、その後、文田基地で、蛇や、トカゲまで食べるという飢餓状態となるもない地に帰還、舞鶴鎮守婦人事部長に捕食された。戦地帰りの岩淵は、島田茂太郎海軍大臣が視察に回る様子を見て、感触を起こし、同期生の高木総基地舞鶴鎮守婦参謀長と、不満の日々を過ごしていた。ついで第31特別根拠地帯司令官となり、再び、 ルソン島の戦いの戦地へ向かった。同根拠地帯は、フィリピンの首都マニラ防衛のために組織された部隊であった。第14方面軍司令官、山下智之陸軍大将は、マニラをオープン式とする方針であったが、岩淵は一歩も譲らず、このためマニラの戦いでは、市民が巻き添えになり、マニラ大虐殺が発生する原因になった。岩淵も戦闘中に自決し、 死後海軍中将に特別進級した直情的性格だったという、ありがとうございます。